これはね、播州の揖保乃糸の特級、まあ普通はこの赤帯のんがね、多いですけどね、これは黒帯で特級で、この、まあ播州でも限られた方だけが作れる素麺らしいんです、誰でもが作れない、そういうライセンスみたいなのがあるみたいですね。見かけパッと見は同じに見えますが、帯以外は違うんですか、やっぱり。口当たりも違う、味も違う、のど越しも違う、値段が全然違うんですよね。値段がね、全然違いますよね、やっぱり美味しいですよ。美味しいそうめん食べたい時はちょっと贅沢してみようかなという。で、三輪そうめんも、三輪そうめんもね、美味しいですよ。三輪そうめんは強力粉を使ってますからね、割と腰が強い、でツルッと、それでこういうね、三輪神社の鳥居の、鳥居があるでしょ、これの帯をつけてるのが本当に三輪で作られたそうめん。じゃあ三輪で、本当に三輪で作られてない三輪そうめんもあるんですか。はい、三輪で出荷した、まあ一時問題になりましたね、そういうのもありますしね、こう黒帯で三輪、まあ今はちょっと難しいですけどね、そういうの、本当に三輪で作られたそうめんはこの帯がつけられる、そうでないのは、まあ他で作った